3ドル40セントです。あ、そう。それじゃあ。ごめんなさい。いいんです。それじゃあ、はい、これで。はい、お釣りです。ありがとう。どうも。ありがとうございます。それじゃ、どうも。いいかしら。私の ID カード見た？見てない。昨夜はあったんだけど、ピザのお金を払うときにバッグから落としたのかも。ここに泊まればそうならずに済む。一緒に住んでた時のこと思い出してみて。私いつだって物をなくしてばかりだったでしょ。もし泊まっていたらなくしたって気づいた時わざわざ探しに来なくても。まだ早すぎるよ。どうして？もし泊まってたらお互い睡眠不足になってた。どうして早すぎるの？付き合い始めて数週間だよ。じゃあ付き合って何週間経ったら君は泊まれるようになるの？あった。土曜日にここに泊まるつもり。土曜日ね。忍ぶのにいい場所ね。ここに来るのやめたくない。やめなくたって。でもそのうち足は遠のく。死んだ人を悼んで泣いて忘れる。忘れない。ただ前に進むだけよ。私はそうしたくない。熱が38度3分。他に症状は？最初は喉が痛かったの。それから体中が痛くその後この咳が。インフルのワクチン打ったのに。インフルエンザのウイルスは変異しやすくてワクチンが遅れを取るんです。でも打っていれば回復は早いはず娘がすごく心配して。ほら、中国で流行ってるあのなんとかってウイルス。最近中国に行ったり中国から来た人と接したりは？クルーズ船には？コロナウイルスで喉の痛みは出ません。インフルエンザでしょ。家で休んで水分を取ってください。 1,2 週間で治ります。お母さんは肺をウイルスにやられて、呼吸をしようと頑張っても血中の酸素レベルが落ちていってる。コロナウイルスに間違いないの？今あらゆる手を尽くしてる。新型コロナです。まだ検査をしてないだろう。胸部レントゲンですりガラス陰影が見られるコロナです。検査は必要ない。それにキットもない。匂いがしないんだ。コロナにそういう症状はないはずだろう。これまではそうでしたが、あなたはコロナです。で、これからどうなる？家に帰ってください。それだけ？そうです。治療法はない。もし呼吸が苦しくなったらまた来てください。検査は25件？1日に？あ、いや、明日の分を1つ回して。もしもし？軍の公衆衛生局もてんてこまいみたい。乳がんの患者。オペが必要ね。はい、でも伸びました。キャンセルに？緊急性なしと。ええ、そうね。今オペが必要って。すぐとは言ってない。パンデミックが終わってからよ。病院の規模が2倍なのよ。